ISPS ハンダ・スコティッシュ女子オープン初日15日ランドナルド・リンクススコットランド6584ヤードパー72イスプス・ハンダ・スコティッシュ女子オープン初日15日ランドナルド・リンクススコットランド6584ヤードパー72危険でコースを後にする渋野ひな子写真、好転の影響でスタートが約1時間遅れ途中 中断も挟んだ影響で第1ラウンドは日没サスペンデッドになった暫定トップには5アンダーで競技を終えたミンジー・リーオーストラリアが立っている日本勢は7人が出場2022年大会覇者でメジャー優勝後初の実戦を迎える古江彩香は4バーディ1ボギーの69で第1ラウンドを終えた首位と2打差の3アンダー暫定5位タイと 大会2勝目出場2連勝へ向け好ス,スタートを切った勝南なは1アンダー暫定22位タイ畑岡奈紗は1オーバー暫定48位タイでホールアウト午後組の西郷真央は2オーバー暫定62位タイで18ホールを回り切った西村優奈は5オーバー暫定118位タイと出遅れ主催者推薦でスポット参戦中の原恵里香は 11ホールを消化したところで順延を迎えた。1バーディー5ボギーの4オーバーで、後半の3番から再開する。また渋野ひな子は、左足股関節や臀部の痛みを訴え、5ホール目のティショットを打った後、棄権した。4アンダーの暫定2位タイにはメーガン・カン、米国・キム・アリム、韓国・リリー・メイ・ハンフリーズ、イングランドの3